私は誰？自分のその足音が追いかけてくるんだ。誰にも気づかれず、どこかに消えてしまったよ。あの頃に見ていた夢は、眩しいくらい輝いて、引き止めるもの、もう何もない。近い道どうすればいいか？答え探しながら歩いていく。私しか歩けない道を、頑張って私は歩く。誰も審判できないあんたは、私は何を知る？それが私。銃が目覚めたんだ。スマホのイヤホンから聞こえる音、耳を塞ぐみたいに一人になれる。干渉をされたくなんかない。それが私。怒りがあふれる。静かな風が吹くんだ。ざわざわすることをした。あちへ歩いて行きたい。世間の声に耳を塞いで、行きたいように行けるしかない。それが私。グッズなんかごめんだ。僕は僕でいさせてくれ。私は誰？カメロンみたいに同じ色に染まれない。それが私。靴でいることってなんだ？いや、何も恐れることはない。私は私だ。嫌いと言われたって構わない。大丈夫だよ。何を言われても聞く耳持たない。それが私。一人になりたい。なりたくない。どうでもいいけど、僕は僕で、君は君で、私は誰？君は君らしく生きていく自由があるんだ。自由が目覚めたんだ。生きるとは変わること。やりたいことやってみせるよ。あなたらしく生ければいいなんて。私は私なんだよね。私は私だ。周りの人に決めつけられた思い通りのイメージになりたくない。と言ったって同じ色に染まりたくないんだ。恐れないで。自分の気持ちに正直になるってすがすがしい。僕は信じてる。私は誰？私は私だ。